ドキドキはしております。あ、そうなんですね、はい、言葉の語尾からだ全然感じ取れないぐらいドキドキしてる。隠せててよかったそれでは第1曲一本場開始です。皆さん手配を開けてください。前回は太志さんが見事1万2000の上がりを決めて親番連チャン中となっています。ドラは白3万7500点持ってトップ目。この後どうゲームメイクしていくか。今回の手配はこちらです。うん、まあ手なりですね。これは自然に端っこを処理していって、まあ、内側に寄せていくと。なのでまあおたかぜから切りたいと思います、うん、はい、今回はシャアから。いや今回は本当に泣ける形ではないですからね。そうですね、うん、猫が見えない、うん、このトップ目ってどうです37,500点。まあ自分はあんまり点数を守りきるっていう意識はそこまで強くなくて、うんうんうん、まだまあ通常通り、まあ、当院局の気持ちで、あ、変わらず、はい、変わらず打っていこうかなと思ってますね。やはり前向きな気持ちの方が強いってことですね。まあさらなる加点を目指してやっていきたいです。うん、今一ついいところが入ったか。サッパーマン、これ嬉しいつもですね。今回ドラが白です。自分のところからは見えない。まあ誰かに泣かれたら考えましょう。はい、おお、それはご自身で打ち出すこともあるってことですか。そうですね、ちょっとまとまってきたんで、まあ、まだ引いたら残しますけども、うんうん、まあいいシャンテン、いや形のいいリアンシャンテンになったら自分から切り出していくこともやぶさかではないですねやぶさかトー ク, トークそうなんですね、はい、今一番点差の近いライバルが今想像もう8-3って切ってますね。変算層3色が遠くにちょっと見える。3色も見えるんですけど、うん、今ウーソーとパーソーどっちか切るか考えていて、うん、3,4,5 の3色も見えるし、うんうんうん、なんかほんのり純ちゃんが見えるんですよね。すごい、すごい、はい、あの赤いなくなってウーピーなくなってね、はい、確かにパーソーにくっついたら一応純ちゃんのターツが足りるので。あ、じゃあどっちかの3色の候補だったら純ちゃんだったら見切んなきゃいけない場面ってことですね、うん、そうですね。いやでもこれ赤馬切ることはないですよね、まだ現状ではないですね。ですよね、うん、さあパーソー層どう決めていくか、うん、2着目の現物、まうん、3、4、5の3色もあるってこともありますし、自然に赤ウワン使い切れるルートも残したいんで、ここは純ちゃんではなくて内側に寄せていきますかね、うんうんうん、まあ、でも自然にね、あの3層来たりした時に 1,2,3 だってありますしね。そうですね、 1が入ったぞ、早かったですね。さあパーソー3層ローマンですでにもう天敗ですとリーチがありました。これは読めないですね。これは読めないですね、まあ、親番とはいえ、親番とはいえですね、はい、初は自分で1枚切っている、うん、明確な現物はなくて9万が安全度高いか。そうですね、一番安全なのは筋の2枚切れの9万ですね、うん、ただ9万切ったとしてもどの道初はおそらく切ることにはなるので、まあ、一発目とはいえここは一応初から切って3層とかスーピン埋まった時にもしかしたら押し返す可能性がゼロではないので、うん、形は維持して初を切ろうかなと思います。うん、すぐにデッキメンツ抜いちゃうよりはこれくらい通りそうなものは一つ押してからと。そうですね、まあ、大体折りにはなるとは思うんですけども、うん、まあ、9-1 打ったとしてもどの道次初になる可能性が非常に高いってのが大きいですかね。うん、さあ数万通ってチーマンも通った、はい、でこれで無筋が2つ浮いてしまうと、まあ、これで折りにしようと思います。7万を抜きます。はい、今通ったチーマンからちょっと親番とはいえ、うん、手配価値が見合わないかなという判断ですね。これは当院局でも変わらない判断です。はい、折の太しですね。そう、先ほどとは一転して前の曲とは一転して折の曲ですね。前が持つかどうか、あ、でも大丈夫だ。8いって次の候補第1は9万ですか。9万ですね、うんうんうん、
今度はローソンが通った。9万の次は何になるかですね。そうですね。まあ、宣言杯の筋の3腕か、うん、総図のこの辺りですかね。3層がちょっと早いということで、風層2枚になったことでこの辺りは候補になってくるかなと思います。ウーソーウーソーリャンソーって合わせて切れるようにもなるので3セット、はい、ただ まずは9番ですね。はい、これが9番が、ローマン宣言杯で9番が勝敗だった時って変わってます？ただそれでも9番からにしそうですね。ハーピンが通りましたね。できれば何も押さずに進むならそれがいいんですが、ね、確かに。次ですね。次がまあやっぱりここが候補ですね、うんうんうん、もちろん黒から切りますそうであってほしい、はい、うんうん、周りはどうです？残りの2人ちょっと気になるところあります？しかし全員受けに回ってるようには見えますね、うんうん、なんせ4巡目の早いリーチはここですね。ここですね。3層が3巡目に切られていますというところで、うん、イーソーも候補にあります。イーソーも候補ではありますね。で2つになって、ただ一応まあ可能性としては低いんですけど、シャンポンにも当たり得る範囲なので、うん、まあイーソーシャンポンの方がウーソーシャンポンよりも可能性としては高いのかなっていうのはありますね、うんうん、やはりパーソーが通ってて3層だからこそ放送の方先にも行きたいんですね。そうですね、まあ、当たる形がほぼ両面あったら両運送だけかなみたいなっていうイメージ。ただ両腕が2枚になったことでちょっと筋の3腕も候補にはなってきたんですが、うん、換3腕の可能性がちょっと、そうですね、数腕も2枚見えてて246で6を切ったら1のパターンがどれだけあるかなってところと今相談してるわけだ、うん、3番だとね、まあ1巡だけど、まあ1巡の間にまた増えるかもしれない、うん、嘘だと明確に、まあ、2巡3巡と行きやすくはなる。そうですね、うん、ということで、悩ましいんですが、はい、どうしましょう。ここは嘘を切ろうと思います。おー、読み込みでどうでしょう。通りになられた。ドキドキはしております。あ、そうなんですね、はい、言葉の語尾からだ全然感じ取れないぐらいドキドキしてる、ね、隠せててよかったマージャン中漏れます？漏れないようにはしてますけど、すごい感情は動きますね、うん、動じないように心がけてはいます。まあ、でも理不尽なことたくさん起きますもんね、うん、それはもうたくさん起きますね、このゲームね、このゲームは、うん、で、ウーソー合わせられたと。次、リャンソーですか？こうなったら。そうですね、リャンソーにします。お、リャンピンがツモの声、リーチ、ピンク、ツモ、700-1300の一本場、800-1400。さあ今回もともと手が厳しい中でね、ルート見つつだったんですけど、うん、4巡目の早いリーチが入って撤退の太しとなりました。もういいシャンテンだ、かみちゃさんも。いい手ですね、うん、あまり強い牌打たずしてですね。そうですね、目立てなかったんで、すぐリーチと言われたら困ってたかもしれないです、うん、また二間リーチに挟まれるとね、いろいろまた変わりますからね。そういった場面確かに今回まだないですって、うん、さあ、ふとしさん、親が落ちます。残り最短で3局、どのように展開をさせトップを守りきるか。まあさすがにそのトンバと比べると局消化の価値がかなり高くなってるので、打点よりもその上がり率っていうのを優先することが可能性としては高くなってきますね。もともと積極的な打ち手ですからね、富士さんね、うん、そのままこう積極的にいって流していってしまうのか、どんな風になるんでしょうか。楽しみです。トップは取り切れるのか。この後は次回ですね、親が落ちてからの何2局となります。皆様お楽しみに。